はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、もうサムネイルでお分かりかと思いますけども、ちょっと前にね、私レノボのヨガブックね買いましたね、動画も出しておりますんで、ちょっとね、開封動画なんかね、ちょっと見てもらえればいいかなと思いますけども、まああれからね、まあそんなにね言っても実は使ってないんです。まあいろいろね理由はあるんですけども、今日はねちょっとざっくりと、まあそんな中でもね感想をちょっとね、使ってみた感想をね、ちょっと簡単に述べたいなというふうに思うんですけども、まあ結論からまず言うとね、これはノートブックとして思って使うとね、ちょっとね、具合悪いかなと思いました。まあ、OS がね、Android OS ということで、Windows 版とはね、ちょっと違うんですけども、まあね、どういうことかというと、まあね、Android タブレットとしてね、まずね捉えた方がいいかなというようなね、そんなね印象ですね。じゃあ何のためにこれキーボードあるのって感じですけども、まあね、このキーボードあるからって言ってもね、ほぼほぼなんかね、もう使い勝手がねタブレットです。もうタブレットの普通のソフトキーボード使った方が早いっていうのね、そんなね印象もね実はあります。まあ私の使い方が非常に限定されてる、限られてるっていうこともあるんでしょうけども、まあちょっとねこれハロキーボードって言うんですけども、まあねこれ振動と音でね、感知ね、知らせてくれるということで、全くねこのフィジカルな、物理的なねキーボードはね一切ないんですけどもね、まあちょっといろいろタッチしちゃいましたけどね、これがまあなかなかこのユニークなところではあるんですけども、まあね、これでこのキーボードで打つんだったら本当にタブレット上のね普通の Android タブレットのソフトキーで打つ方がね慣れてる人はね早いと思う。でまあこのレスポンスもねそんなに悪くないんだけども、例えばちょっとねなんかこうスリップからこうね起動し直すときにね、まあ調子がいいときはさっとねこれも画面がこのねキーボードのね、液晶が浮き上がってきますけども、ちょっとね、なんかこう遅いなって思うときもねあったりしますね。ハローキーボードという割にはね、もし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 って、ね、ハローハローっていうねなんか呼びかけたくなるようなね、そんなときもあります。ハローだけにねっていうね、ちょっとそんなところもね入れときながらねお話ししますけども、まあざっくり言うとそんな感じなんですよ。でまあタッチパネルということもありまして、すべてねここでキーで完結しようと思うと、やっぱりねタブレットとかスマートフォンで慣れてる人はね、やっぱこうタッチする方が早いんですよ。ね、確定したり文字の変換とか確定してこうねするにも、ここ使っているよりかはもうここでね画面上でチュチュチュってタッチした方が早い。でまあねこれ何にこのキーボードが使えるかな、まあ、メールがねいいかなと思ったけど、結局ねメールで文字変換して最後ねこう選択確定するとき、まあ、スペースキーとかね、いろいろタブとか使いますけども、結局ね、画面上でね、タッチしてね、選んだ方が早いのよ。ということで、あんまりね、このハローキーボード、ね、面白い、まあ、システムではありますけども、私にとって、私個人にとってね、あんまりね、これはね、使い道なかったかなと、それじゃあもう普通にタブレットでいいじゃん、というようなね、そんな印象を受けましたね。はい。まあ、事務的に何かをこうね、使うっていうことはなくて、ほぼほぼまあ、ツイッターだとかメールだとか、まあ、一部ね、YouTube のチャンネルでコメントいただいたやつを返すとかっていうようなね、まあ、作業がまあ、メインなわけですけども、まあ、キーボードなくたってソフトキーボードで十分足れるじゃんってね、そんな感じの印象でした。おそらくね、Windows OS のこのヨガブックだとまたちょっとね印象がかなり変わったんじゃないかなというふうに思いますけども、 Android 版だとね本当にもうねタブレットでいいとね、そんなね印象を抱きましたね。まあこれね、リアルペンっていうのかな、これもありますけども、まあメモとのね切り替え、ここボタンね長押しでね、メモのねここアプリね、こうピッてこうやってね、メモアプリが立ち上がっていろいろかけたりもしますけども、まあねそういうやつもまあ普通のタブレットとかスマホでもアプリがあるじゃないですか。だからまあわざわざね、わざわざまあここでまあペン使ってね、書かなくてもいいじゃんっていうね、
あのそんなね感じですね。でまあこれ以外にね、あの実はあの絵を描くねアプリなんかも実はね入ってるんですよ、この中にね。ねどれかなというとね、ここにね、ここにちょっとね見にくいんですけどね、ここにね絵を描くアプリなんかもあるんです。まあそういった面ではあのこのねリアルペンが非常に活躍できるんじゃないかなというふうにね、思いますけども、まあそれ以外ね別に普通にタブレットでいいじゃんと、タブレットで描けるじゃんと、まああのこうねスタンドっぽくこうねノートブックっぽくこう机の上に置いて作業ができるっていうメリットはあるかもしれませんけども、まああの外付けのキーボードなんか使って作業されてる方なんかはね、もうそれで十分じゃんっていう、まあそんな印象ですわ。で要はねそういった意味で、まあタブレットを使って作業する方がね慣れてる人は早いじゃんということで、あんまりね私もねこれあの興味あって買ったんですけど、使用頻度はねそんなにね高くない。まあ買ったからちょっと使ってる感じかなっていう具合で、ほぼほぼもうね普通の Android 版のタブレットだとかスマホでね済ませれる。でこれどうしようかっていう話なんだけど、あのね今の感じからいくとおそらくね近いうちにこれもうね私あのヤフオクにかけると思います。でこれ見ていただいたら分かりますように、私これねあのまあそういう意味もあってねあんまり傷つけたくないということで、ちょっとねこれまあいろんなところからあのカバー出てますけども、こういうね、ちょっとカバー、これもうメーカー名すら忘れましたけども、一番安いとこ1000円以下のやつで、ね、ちょっともう簡易的につけとく分にこういうねカバー買いましたけども、もう近いうちにこれねヤフオクにおそらくかけようかなというふうにもね考えてます。まあ一応グレアのね、画面とキーボードの方ねシールをねシールっていうか保護シール貼ってるんですけども、いやーこれねただまあヤフオクも今手数料が非常に高いじゃないですか。この間あの断捨離のね、動画出しましたけども、あれからね11点ぐらい出して、そのうちのね、4、5点ぐらい売れたのかな、合計でねだいたいね5万円ぐらいオークションで売れたんですけど、ほぼほぼ手数料で取られると4万5000円ぐらいで、まあ5000円ぐらいね、持っていかれるわけですよ。だからまあこれねオークションにかけるって言っても、まあどれぐらいの値段でかけるのかっていうのは非常にねこれはまたギャンブルっぽい感じになりますよね。まだそんなに使ってない状態は当然いい品としてね、皆さん注目されるでしょうけども、まあこの売り時がねまたこれね微妙かなということで、まあね使ってみたら意外といいなっていう面が出てくるかなというふうに思ったんですけども、今の私のライフスタイルからいくと普通の Android タブレットでよかったなと、まあ、キーボードいらなかったじゃないのと、まあこれがまあ一番ね興味あって面白くてどんなのかなというふうに思って、このハローキーボードに興味を持って、あとこのヒンジのね部分でこういろいろねこう後ろ向けたりなんなりできるっていうねこの辺のギミックが興味あって買ったんですけども、まあアンドロイドタブレットで良かったなっていうようなのがちょっと感想ですかね。まあこれあくまでも個人的な感想なんでね、ご購入を検討されている方、自分のライフスタイルにぴったり合ったらこれはね非常に有効活用できると思いますけども、残念ながらちょっと私のライフスタイルにはね合わなかったですね。はい、でというのも想定しながら今ね実はまあ断捨離すると言いながらですね、ヤフオクの方でちょっと11インチクラスのねちょっと ASUS のノートパソコンちっちゃいやつね、Windows 版のやつをねちょっと今入札してるんですけど、まあこれちょっと落札できるかどうか分かりませんけども、まあそれが落札できたらちょっと踏ん切りつけてこれをねちょっとまたオークションにかけようかなというふうに思ってます。はい、まあね細かいレビューとかねいろいろ、興味をちょっと示されてる方も期待されてた方もおられるかもしれませんけども、そこまで行く間にこれ多分もう手元にないんじゃないかなというふうにもねちょっと最近思ったりなんかもしてね、ちょっと悩ましいねこれのねちょっと位置づけっていうのがね
本当にあのノート PC としてノート PC として使うにはちょっと Android バージョンじゃなかったかなというふうに思います。まああの Twitter なんかでもねアンケート取らせてもらった時に、Windows 版 Android 版どっち買う方がいいですかって圧倒的にね Windows 版の方が投票でも多かったのまあ Android 版で買っちゃったんで、まあ安いっていうのもありましたけどね、まあちょっとヨガブックちょっと良かったなとは言えなかったな、うん、はい、ということでね、今ちょっともう興味あって購入を検討されてる方おられましたら、うん、私は今ならちょっと高くても Windows 版をおすすめするかな、うん、まあ Windows 版だったらもうちょっとこのハロキーボードも、ね、活かしてこれるんじゃないかなというふうに思います。もちろんまあ私のようにね、メールとあとツイッターとっていうぐらいの方で本当に興味ある方ねこういうキーボードを必要とされてる方いいかもしれないですけど、まあ間違いなくタブレットを持たれてるんであればもうね Android 版のタブレットだけで完結できると思います。わざわざここまでお金かけてね5万円近くしますよねこれね、うん、かけて買わなくてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。Android版のねタブレットで外付きキーボードつけても結構ねまだまだこの5万円もかけないでも結構買えるねいい商品いっぱいありますからね。まあ私はどっちかというとそっちをおすすめするかな。はい、ということでまあ使ってみたっていうね詳しい動画には全然今回ならないんですけどもざっくりとした感想で申し訳ないですけどもうねそれしか言えないの。本当にねもうタブレットでいいじゃんっていうね、まあ、そういう感想しか言えない。はい、ということで全然参考にならなかったかもしれませんけども率直な感想として、ヨガブック Android 版ねご検討されてる方 Android 版タブレットプラス外付けキーボード使いたい人はそっちのパターンの方がいいんじゃないかなというふうに私は思いました。はい、ということで、ね、これから先、ちょっと動画を作っていく上でいつこれちょっとなくなるか分かりませんけどもまあもしかしたらまだもうちょっと踏み込んでなんかいろいろ紹介するかもしれませんけどまああんまり期待しないでこれはちょっとどっかねオークションに旅立っていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあどれぐらい1ヶ月の間のどれぐらい使ったかちょっと覚えてないですけどもそんなに使用頻度は高くないですけどもヨガブック使ってみて今後どうしようかも含めての感想でした。はい、ご参考にならなくてすいません。ということで、はい、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。